回は富山県黒部市の中陣砦を紹介します。砦は中陣集落から高さ130メートル程度登った尾根の先端に存在します。下から登ることは難しく、砦の北側では近くまで道路が来ています。砦跡までの明確な道はありません。道路脇の藪に突入します。まず最初に低い切り岸に出会います。高さは50センチ程度でしょうか。防衛施設としては非常に弱いもので、後世作られたイノシシ垣かもしれません。しかし西側では横堀になっています。遮断線の可能性はありますね。さてここから砦まで50メートル程度道なき道の藪漕ぎになります。動画は早送りさせてもらいます。中陣砦は上杉謙信もしくは上杉景勝が在陣したと伝わります。麓の集落の名前もこの中陣砦から来ています。ここからは魚津市の天神山城を望むことができ、越後からの中継地点として上杉氏が利用した可能性は十分にあります。ちなみにこの日一緒に訪問したメンバーでマダニに噛まれ病院で傷口の手術をした人がいました。藪漕ぎは山城訪問に付き物ですが、皆様マダニ対策は十分お忘れなきよう。まずは服装は肌を露出しないようにして、シューズより長靴を履くべきでしょう。さて砦跡に到着しました。立派な堀切りで遮断されています。主閣に入りました。規模は小さく、大将とその側近が入るので精一杯という広さです。まさに伝承通りの陣城。しかし小規模とはいえ堀切り側に土塁を設けています。さらに西側に小口を設けています。小さい砦なのになかなかの守りを見せています。かつて存在したであろう祠の石材が転がっています。堀切りです。そして東側は急斜面になっています。これを攻め上ることは難しく、斜面側の防衛はほぼなされていません。